総鉄9000系電車は1993年から導入された相模鉄道の通勤系電車。本校で個別の編成を示す場合は、相模鉄道での公式表記に基づき、横浜型先頭車の車号編成量数と記す。本系列は、老朽化の進む大量の6000系電車を置き換えるために8000系電車と、 並行して1993年から2001年にかけて重量編成7本が製造された。先に登場している8000系と並行して導入していったことが特筆される。車両の製造は全車両が、東急車両製造が担当しており、それまで新造車を日立製作所のみに発注してきた相鉄としては異例であった。 また、後の新形式である1万系及び1万1000系は、JR 東日本の車両を全面的にベースにしており、次に導入される自社開発車両は2万系となる。この節では主に製造当初の状態を示す。全体的に同時期に製造されていた8000系に近い仕様となっているが、各部に違いが見られる。 登場時の旧塗装編成8000系と同じくアルミニウム合金製の拡幅車体が採用された。従来、アルミ車にはクリアラッカー塗装が施されていたが、金属肌の冷たさを避けるために本系列ではカラー塗装となっている。前面は縦方向に大きな曲面を設け、両サイドをカットした面構成としてシンプルかつソフトでスピード感のある形状とした。 陳ンプ化しないデザインとしている。パーツの配置は8000系とほぼ同一となる。非常扉は左側にオフセットされている点は変わらないが、こちらは外扉機式のスイングドアとされた。スカートも車体と連続するデザインとなっている。また相鉄では、初となる大型の連結機カバーを取り付け、今までにないイメージとした。中央下部に、 角形のシールドビーム前小灯を2つ並べ、左右の上部には、標識灯が2色セットで配される。配色は白色をベースとし、各部に赤色のアクセントを入れている。前面は、左側にオフセットされた貫通扉が7000系、などのように赤色に塗られている。右側は、運転台下に赤帯が入り、そのまま側面へ回っている。 側面では2分割された帯が腰板部に入り、車体中央には下側の帯と一体のデザインになっているシャバンプレートが入れられた。側面の先頭部では非常扉側が大きく S 字を描く特徴的なデザインとなっている。S については相模鉄道、安全、スピードを表すものとしている。白色の塗装には 寿命の長いフッ素樹脂系塗料を使用することで、塗装回帰を2倍に延伸している。汚れなどの観点から、造備と上より若干グレーがかった色調へ変更され、帯の白部分との差が目立つようになった。初期の編成もこれに揃えられている。側面も、おおむね8000系と同等だが、ドアや窓などの開口部の処理が変わり、全体的にスッキリとしているほか、 各部の寸法にも変化がある。また屋根状の冷房装置は集約分散式を初めて採用した。東芝製プー -2218 を一両に4台搭載し、一部を除き連続カバーが取り付けられる。これにより空調装置本体は普段見ることができない。なお、工術の塗装変更やリニューアルにより、デザインに大きな変更が加えられている。 床材については、装鉄で初めてツー部ブの色分けが施され、こちらは大理石模様となった。また、装鉄発の車椅子スペースを両先当車に設置している。座席はロングシートを基本に5号車と8号車をセミクロスシートとしている。ロングシートは1人当たり4 5 0ト、mm、ル幅で、装鉄としては初めて3プラス4に分割される。 構造とした。クロスシートとその脇の二人掛けロングシートは 430mm 幅で、クロスシート部には当初釣り手が設置されていなかったが、後の改造で設置された。座席のモケットは、一般部はオレンジ色、優先席部は灰色の無地となる。なお、優先席部は、ゾ備ビと上より青色へ変更され、初期の編成もそれに揃えられた。 また7人掛けのロングシート部分は、中央の1人分が単色で、色分けされており、着席区分を明確にするアクセントとした。側窓は従来車と、同じく電気指令油圧式自動窓とした。隣接されるボタンで簡単に開閉ができ、また乗務員室からの一斉操作も可能となっている。なお、車椅子スペース部は、固定窓となる。 つま引き戸はモハ 9100K の海老ナ型にのみ設置されている。なお、工術のリニューアルにより大幅な変更が加えられている。電動車は2両を1組とするユニット方式とされた。モハ9100型には2両分8台のモーターを制御する。主制御機をモハ9200型には車内照明や冷房装置に用いる補助電源装置と、 ブレーキやドアの開閉に用いる空気圧縮機を搭載する。また、両形式ともエビナタに終電装置を備える。主制御機は、東洋電気製造製の GTO、VVVF インバータ装置を採用した。一つのインバータで8台の主電動機を制御する 1C8M 制御とし、回生ブレーキを装備する。GTO 素子の容量は 4000A。 4500V となる。なお、機器更新により現在は全車両が、日立製ビフィ HR2829 へ改装されている。詳細は後述。補助電源装置は、東洋電気製造製のブラシレス、電動発電機とした。1 8 9馬ば参照、AC200V、60Hz サイリスタ式で、6000K で使用していたものを、 起動装置改造の上で再利用している。形式は TDK-3341A、A または TDK-3349A で、現在は後者に統一された。空気圧縮機は、ナブテスコ製の電動空気圧縮機、容量は2100リットル、ミニッツで低騒音タイプ、また除湿装置を備える。電装置は形で、形式上は、 東洋電気製造製の PT1600 ビットなるが、従来車からの流用品も使用されており、9720編成は PS13 を搭載していたことで有名である。現在はシングルアーム式に統一されている。台車は東急車両製造製のロールゴム式空気バネ台車となる。電動台車が TS-907、付随台車が TS-908 で保守性の良い外付け式ディスクブレーキ装置を装備する総鉄独自仕様である。軸間距離は付随台車では 2100mm だが、電動台車は直角カルダンを搭載するために 2450mm と長めに取られ、走行時には不均一なジョイント音を聞くことができる。駆動方式は従来より 実績のある直角カルダン方式で、歯車比は49,9イコール5.44とした。主電動機は、東洋電気製造製の参照、交流カゴ形誘導電動機を搭載する、定格出力は 3000K、5000KVVVF 車と同一の 180kW、1600rpm である。冷却方式は、自己通風式。直角カルダン駆動のため、 4つの取り付け足で、台車枠に吊り下げられる。重量編成では6両が動力車となるため、編成出力は 4320kW で、装鉄最大となる。運転台も似た装置を装備しており、車両の運用の管理や扉の開閉状況などが確認できるようになっている。マスコンとブレーキハンドルを備えるいわゆる2ハンドル、構成となる。デッドマン装置を搭載する。 当初は、相鉄型 ATS、列車選別装置、列車無線、前述のデッドマン装置を搭載していた。後述の改造により、現在は ATS が、ATSP へ、列車無線が、デジタル式の空間波無線へそれぞれ変更されたほか、EB 装置、タスク装置が搭載されている。1次車、2次車、3次車、4次車、5次車これらの変更は、 並行して増備された8000系でも実施されている。この節では、リニューアル前、また非リニューアル車において実施されたものを記載する。前述のように、神奈川東部方面線計画が進んでいることにより、2008年に、JR 型列車無線、ATSP、EB 装置の設置が行われた。また同時に、簡易モニタ装置の取り付け準備も行われている。 ATSP は2014年3月30日、JR 型列車無線は2015年10月3日より使用開始された。7人掛け部へのスタンションポール設置も同時に行われた。主な変化は以下の通り、グループカラーカゴの9770編成へこの編成のみ車両番号表記がプレート式のままとされていた。2007年から 総鉄グループの新 CI 導入に合わせて、青とオレンジを用いたグループカラーへの変更が進められた。新しい塗り分けは、当時最新型であった1万系に準じるもので、本系列の特徴であった左右非対称のデザインは目立たないものになっている。車両番号表記も9 7 1 0以降では1万系に準じて、 同じフォントのステッカー式へ変更されている。塗装変更は、並行して、新7000系、8000系にも実施され、形式ごとに異なっていた塗装が一元化されていった。9770は、相鉄車両で、初めての新塗装車で、2007年4月22日に、泉の駅で開催された、展示会にて、披露されている。編成ごとの実施日は、以下の通り、 塗装変更は順次実施され、2014年度末には本系列の新塗装化が完了する予定であった。しかしながら、新たに本系列において外装を含めたリニューアルが決定し、これにより9750のみ新塗装化が見送られた。同編成は、その後、旧塗装から直接ワイン部塗装に変更された唯一の例となっている。 2013年から2014年にかけて、主回路機器の更新が実施された。制御装置は、日立製作所製のイグブと VVVF へ変更。イグブと素子の容量は3 3 0 0ト 1500A である。2レベル速度センサレスベクトル制御となる。また停止時まで回線ブレーキが動作する、全電気ブレーキを搭載した。これについては、 神奈川東部方面線計画に伴う保安装置の変更に際して従来の装置では誘導障害対策が必要であることが判明したことが理由の一つに挙げられている。また当時は車両ごとにメーカーや形式が異なり予備品対応で苦慮していたために後に危機器更新が実施された8000系との共通化が図られている。また 9710のみ一部の床材変更が同時に実施されている。詳細は公設参照。編成ごとの試行時期は以下の通り。種別、行き先表示2014年4月27日のダイヤ改正より特急が新設され、これに先立ち種別表示の内容が更新されている。幕社ではこれと同時に既存種別にも変化があり、 快速が緑青、確定が黒灰色にそれぞれ変更された。2019年11月30日のダイヤ改正より、通勤特急と通勤急行が新設。また、新横浜線、西谷駅、羽沢横浜国大駅の開業があり、これに先立って、通勤特急、通勤急行の種別と、羽沢横浜国大の行き先が追加されている。 車体車内設備ワイン部リニューアル車、グループカラー新塗装車、旧塗装車の3編成が並んだ様子2015年から2019年にかけて、総鉄創立100年に向けてのデザインブランドアッププロジェクトに基づきない外装のリニューアルが実施された。変更部分が多いため、形式番号の末尾に R を付けて区別しているが、車両番号に変化はない。 このリニューアルが評価され、2016年にはグッドデザイン賞を受賞した。編成ごとの試行日は以下の通り、9710はリニューアル工事の対象外とされ、2020年12月11日付で廃車となっている。2016年4月9日には9000系最初のリニューアル編成である9730と、 従来の二つの塗装の三編成が並び、相模大塚留置線において、9000系リニューアル車両デビュー記念撮影会員、相模大塚と題した、撮影会が行われた。この際、旧塗装の9750は、表示器が一時的に幕式へ変更されている。翌日の4月10日には、泉の駅にて、リニューアル車の出発式を開催、終了後は、 泉谷から二股川まで泉谷線40周年記念特別列車として運転された。さらにその後、湘南大駅10時36分発の各駅停車横浜駅より一般の営業運転を開始した。主な変更点を以下に記す。グレーをキーカラーに上質で清潔感のあるものとした。保安装置変更や操作性向上を目的に、 機器配置の変更やモニタ装置の統合が行われた。他系列の重量編成と共通運用で、特急、通勤特急、急行通勤急行快速、確定の全種別に使用される。また、都合によっては、8両編成の運用や、相鉄新横浜線の運用を代走することがある。9 7 1一0から2020年12月11日付で、除籍。 最後の運用は11月30日であった。これにより急戦系からヒリニューアル社が消滅。ありがとうございます。